ここからゆっくりでお送りします。連発銃としての起源は古くすでに16世紀には存在していた。ノルウェーのマイハウゲン博物館に1597年のドイツ製フリントロック8連発のリボルバーが現存している。しかしこのようなごく初期のリボルバーは撃鉄、ハンマーとシリンダーを別々に操作する必要があった。信頼性も低く高価であり、実用品ではなくどちらかといえば貴族のステータスシンボルとして飾られていたという。リボルバーを普及させたのはアメリカでスイフをしていたサミュエル・ケルトである。サミュエルはハンマーを起こすと同時にシリンダーが連動して回転する機構シングルアクションで1836年特許を取った。初期のリボルバーは弾丸火薬雷管を別々に装填するパーカッションロック式であった。1857年、S&W、スミス&ウェッソンによって金属薬莢を使う実行、メタリックカートリッジが開発されると、パーカッション式は駆逐されていった。ただし、特許問題で S&W 以外は1869年までメタリックカートリッジを使う回転式、拳銃を新規に製造できなかった。そのための抜け道として S&W のパテント施行前には、南北戦争時代の旧式パーカッションリボルバーをメタリックカートリッジ仕様に改造したコンバージョンガンも作られた。19世紀中期から後期にはダブルアクション機構を搭載した製品も普及し、リボルバーの基本構造は完成の域に達した。20世紀初期には欧米ではリボルバーとは異なる方式の連発式銃の自動拳銃オートマチックが普及し始めた。軍隊ではリボルバーからオートマチックへの転換が進んだが、構造的信頼性の高いリボルバーは欧米の警察などの法執行機関でも引き続き多く採用された。オートマチックとの差別化を図って大口径カートリッジを使用した製品も多くなっていった。しかし犯罪者の重武装化に伴い、90年代を境に多弾数のオートマチックを採用する警察が各国でも増え、欧米の警察ではリボルバーは姿を消していった。欧米の警察軍隊ではほぼ使われなくなったリボルバーだが、民間の護身用拳銃としては今も現役である。オートマチックより優れた利点や構造を生かし、2018年現在でもユニークなコンセプトの新製品が各社から発売されている。20世紀中盤以降のリボルバーはほぼアメリカのメーカーにより開発改良がされている。特にコルトとスミス&ウェッソン S&W の2大メーカーはライバル関係として知られている。変化がある銃を開発すれば、それを意識した銃を開発し、銃の部品名がことごとく違ったり、構造も正反対であったりする。スター・ムルガーは、後発ながらも、スター・ムルガー・ブラックホークなど、安価だが堅実な構造のリボルバーで人気を博し、こちらも一大メーカーとなっている。